吉特訓アメリカです。今日作るのはタイ風レタスラップ。最近暑くて食欲が湧かない方、野菜不足の方にぜひこのレシピを試していただきたいです。濃いめに味付けした肉と野菜の相性ぴったりで、野菜がもりもり食べれますよ。もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録お願いします。はじめにタレを作ります。レモン汁大さじ2、グラニュー糖小さじ1、ナンプラー小さじ1、すりおろしにんにく小さじ1、すりおろし生姜小さじ1/2、塩小さじ1/2、唐辛子小さじ1/2、鶏ガラスープ小さじ1/2、ピーナッツバター大さじ1/2を小さいボウルに入れ混ぜておきます。きゅうり約 150g は5センチ程度の長さに千切りにします。人参約 150g も千切りにします。ライムはくし切りにします。適量のパクチーとピーナッツは粗みじん切りにしておきます。お好みの肉約 250g、 今回は豚ひき肉と鶏もも肉を半々で使います。鶏もも肉は1センチ角に切っておきます。中火に熱したフライパンで肉全体に火を通します。肉に火が通ったら先ほど作ったタレを入れ3分ほど煮詰め、お皿に盛り付けます。いつもは普通のレタスを使っていますが、今日はミニロメインレタスを使ってみました。野菜や肉をレタスにのせ、市販のスイートチリソースをかけたら出来上がり。